あのですね、ポップコーンって好きですか？好き好きね、はい、ポップコーンは火にかけないとポップしないでしょ。コーンのままじゃないですか。私たち そのクリスチャンとしての歩みも時にその火のような試練とかね、迫害とかそういう中で寝られたり、あるいは目覚めたりする、そういう信仰っていうものがあると思いますね。でユダヤ人のその、クリスチャン、イエス様の時代じゃなくて、イエス様が死んでよみがえって天に昇った後の時代にクリスチャンになった人たちは、ユダヤ人のクリスチャンは同族のユダヤ人から、まあ、迫害を受けたし、異邦人でクリスチャンになった人たちはその後長くローマ帝国から激しい迫害にあったわけですね。ところがそういう迫害の中で、クリスチャンはまさにポップコーンが爆発的にポップするように、クリスチャンも爆発的に増えていったわけです。火のような試練の中で、まあクリスチャンは拡大していったわけですよね、うん、そして、ローマ帝国の中のもう一つの帝国とまで言われるようになったんです、ね、その、うん、まあポップコーンがですね、ポップする、感じをデモンストレーションしようと思ってね、今日は、まあ、ポップコーンのコーンをね、はい、コーン、あ、ちょっとあのカメラにもね、コーンがね入ってますね、はい、コーンが入ってます。で今日はこれを火にかけて、あの爆発していくのをね見ていただこうと思うんで、あのガスコンロで火にかけようと思うんですけど、めぐみさんお願いしてた火を出していただけますか？あれ、お願いしなかったっけ？あれお願いしなかったっけ？してないんだね。してなかったの、やばい、どうしよう。火がないね。火がないよ。火がないとポップコーンはポップできないよ。どうしよう。そういうことだよ。いや、気合でしょ、気合。気合いや、信仰の火を燃やしてください。このですね、あのローマ帝国が、迫害をして増えていったそのクリスチャンですね、4世紀になるとローマの国教になるんですよね。キリスト教はもうね、クリスチャンをあの無視できなくなっちゃった、うん、で国教化されたらば、きっとおそらくその時はクリスチャンたちはよかったと思うんだけども、それが本当に良かったことなのかどうかっていうのは、まあいろいろね難しいところがありますね。というのは、名目上のクリスチャンっていうのがですね増えてきちゃったわけですよ。つまり洗礼を受けるっていうのは信仰の証として洗礼を受けるわけだけれども、そうはならなくて、みんな洗礼を受けるわけだから、信仰があってもなくても洗礼を受ける、そしてその形式だけのクリスチャン、信仰がなくてもあってもなくても私クリスチャンですっていうね、まあ、日本ではあなた宗教なんですかって言うと、別に信じてなくても仏教ですっていう人が多いんですけど、まあ、そんな感じに似てなくもないかもしれないです。そういう状態になっちゃったわけです。で教会はまあその世俗の権力と一緒になってですね、まあ、いわばそのクリスチャンだって言ってる自称クリスチャンの数は増えるけれども、そこに本当の命がないっていう、そういう状態になってくる。そして聖書の教えにもいろんなものを付け加えたりするようになったり、あるいは、全く聖書とは違うようなことをやってみたり、聖書はユダヤ的な書物なのに、そしてイエス様もユダヤ人なのに、弟子たちもユダヤ人なのに、反ユダヤ主義っていうのはね、まあ、教会にあの入ってきて、本当に良くないその姿になっていってしまったりするわけですよ。つまり迫害がない、火がない、ね、そのプレッシャーがないという状態の中で、その信仰っていうものが逆に萎えていってしまうっていうね、ことがあり得るわけです。で、日本はどうかっていうとですよ、日本で今の時代暮らしていると、まあね、迫害を受けている方もいらっしゃるかもしれないです。個人的に家族に反対されたりとかして、そういうことはあるかもしれないですけども、まあ、命の危険を感じた方ってこの中にクリスチャンだから命の危険を感じたっていう方はいないかもしれないです。あの迫害、あ、ともえマジで
ね、ですから、要するに迫害らしい迫害っていうのはこの日本であまり経験しないわけですよね。クリスチャンだからというので、まあ、ちょっとね偏見の目で見られたりとかそのくらいでしょう。まあ人にもよるかもしれないですよね。じゃあそういう中で私たちはどういうふうに信仰をですね奮い立たせていくのかっていうと、まあ火がないよと、火がないのにポップコーンできないよって思うかもしれないでしょ。だけど火がなくてもね、火がなくても、ね、もうみんな分かってる、できるわけですね、はいはい、ここみんないるしもすごい、というように爆発するわけですよね。ちょっとハプニングがありましたけど、これどうしよう、あとでみんなでいただきます、みんなで食べてくださいね、後でね、はい、まさかこの展開だよ、はい、食べる、はい、ダメいいよ食べて、座ってなさい、しょっぱい塩味だ、要するにだ、今日の話のポイントは唖然としちゃった唖然と私がこういうことするとね大体こういう展開になるんですよ、はい、あれだよ、あ、またやっちゃったと思ってる安定の中で気を引き締めるっていうことです。つまりこういう社会に住んでいて、まあ、火がない、周りからの火がない、その中でも私たちはこの信仰をこう振り立たしていくことができるし、そのようにしていこうじゃないかっていう、そういう話なんです、うん、でそれはその社会として火がないっていうだけではなくて、人生においてもある時は本当に試練の中で神様に助けを求める時期もあれば、すごく問題がいろいろ解決してとてもこうね安定した状態に入る、そういう時もあるかもしれない、人によってそれは人それぞれだと思いますけれども、そういう中で改めてその自分自身の神様への献身っていうものをこう新たにしていくっていうことを話したいと思うんです。でアブラハム契約の話をしているんですが、まあ、いつも復習をしているので、ざっと今までの話を復習すると、アブラハム契約は約4000年前に神様がアブラハムと結ばれた契約です。アブラハムに土地を与えるよ、子孫を星のように増やすよ、そしてその子孫によって、全世界にこの祝福が流れ出しますよという、土地、子孫、祝福、そう、この3つがキーワードであります。で、この契約はアブラハムから、息子のイサク、そしてヤコブ、そしてヤコブのこの12人の息子から発生するこのイスラエル民族に継承されていくわけですよね。そしてこのイスラエル民族からイエス・キリストが生まれてくる、そしてそこから全世界に祝福が流れ出すということがこのアブラハム契約の中に含まれている神の約束の中に暗示されているわけです。で、今までの話はですよ、ヤコブの話をしてきたわけです。ヤコブは、お兄さんのエサウから長子の剣を、まあ、買い取ってですね、でお兄さんから逆恨みを買って故郷から離れ20年間叔父のもとで、まあ一生懸命苦労して働きました、2人の妻と2人のそばめ、そして11人の息子と、そして娘もね誕生してたんで、この娘の名前がディナっていう娘なんです。ディナ以外にも娘がいたかもしれないんだけど、聖書にはっきり書かれてないんです。で、ディナという名前だけ出てるんだけど、それは今日の話に関わってくるからなんです。で、ヤコブはこの、おじさんのところから出てこれから故郷に帰りますというところで、長年自分を恨んできたであろうこのお兄さんと対面を、したわけですよね。非常に恐れて神様と格闘するような、祈りをして、そして、お兄さんに会ったらば本当にそこで感動的な和解ができました。
という話が先週までの話でした。でそれをこの地図で見るとですよ、今日はこういうこの文明の歴もありまして、ここがおじさんのところでした。これ大きい図ですよね、地中海があります、はい、でここからこのカナンの土地というところにこう戻ってくる、故郷に戻ってくるんです。でこの拡大図、これが視界でこの拡大図なんでね、で、ヤコブは南下してきました。お兄さんのエサウが北上してきました。そしてここで、まあ、あの対面するわけですね、再会するわけです。でそれが先週の話でした。でその後でお兄さんはこのセイルの地って自分のところに帰っていくわけです。でその時にあのお前も来いよっていうふうにヤコブを誘うわけなんだけども、ヤコブはあの私たちゆっくりだから後から行きますって言っちゃうんですよね。ところが行かないんだよこの後で、行かないんです。で行かずにねこっち行っちゃうわけで、聖書によるとこのここにスコテっていう町があってそこに滞在したって言うんですよ。であの聖書にどれぐらい滞在したかって書いてないんだけども、あのなんかユダヤ人の伝承だと 18ヶ月滞在したっていうふうに言われてるらしいですが、まあ、いずれにしてもそこに家を建てるとかって書いてある、ね、だから結構長く滞在してるのね、うん、つまりヨルダン川の向こうに渡るとこの故郷のカナンなんだよ。その直前で足踏みしてるわけ、うん、あの神様が故郷に帰れって言ってるんだけど、あの直前で止まっちゃってるわけですよね、うん、でその後で、まあ、ようやく腰を上げてようやくこの故郷のカナンの土地に入っていくんだけれども、本来であれば彼はですねベテルっていうところを目指すべきだったんだと思われます、うん、なぜかというとこのベテルという場所は、ヤコブがそのエサウから逃げていくときに初めて神様と、出会った場所なんですよね。でそこで神様に誓願を立てた場所なんです。だから故郷に帰ったらベテルをまず目指すべきだったんだと思います。がそこにも行かないんです。で彼はこのシェケムっていうところにまた今度は滞在してここで土地を買うんですよ。で当時のそのこのカナンの土地というのはですね、あのいろんなところにこう城塞都市があって一つの国じゃないわけ、いろんなところに城塞都市があるわけで、その土地のその町のその偉い人がいるわけですね。で遊牧民であるヤコブのような人たちはその町の合間を縫うようにしてこう旅をするっていうね、そういう感じなわけです。はい。でこのスコテに滞在をしたとか、あるいはこのシェケムという場所でこの土地を買ってですね、あのそこでまたゆっくりしちゃったというようなことは、これは、まあ、あの解釈的にはヤコブの中に気の緩みが生じていて神様への従順の気持ちが萎えてしまっている状態だったんだろうというふうに考えられています。なぜかというと長い間このヤコブという人はすごく苦労してきたわけですよね。でその苦労の中で神様に祈りもしたし、あるいはおじとのその軋轢とか兄への恐れとかそういった中で神様に一生懸命祈ったりしてきたんだけども、今ここでいろんな問題がパッて解決しちゃったわけですよ。で気づいたらお結構人生うまくいってるじゃんっていう風になっちゃってるわけですよね。なるほど。でふっと気づいたらあ結構なんかこのスコテって街もいいかもしんないねとか、でシェケムっていうところに行くとちょっとこの街もいいんじゃないのとか、まあ、どう思って滞在したかって書いてないですけど、要するにすぐさまこのベテルに登っていかなかったっていうのは彼のこの冷静があのここでなんていうのかな、その直前まではね神様に取り扱われてグッと引き上げられた後にワンって落ちちゃってるっていう状態だと思います。でそういうパターンが聖書の中のいろんな人にあるんですけど、私たちの人生にもそういうことがあるかもしれません。信仰の高値に引き上げられた後で一気に誘惑に陥ってしまうようなことがあるかもしれない。で今日の話はこのシェケムというところにですよ、あのこのヤコブが滞在している時に起こった悲劇です。そもそもあのそういうですね、まっすぐにベテルに向かっていればこういうことは起こらなかったんですけど、そこに滞在してしまったがために悲しいことが起こってしまったわけです。はい。
レアがヨコブに産んだ娘ディナが、ディナだね、その土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。このシェケムという土地にお友達がきっとできたんでしょう。するとその土地の族長のヒビ人ハモルの子シェケムは、彼女を見てこれを捕らえ、これと寝て恥ずかしめた。彼はヤコブの娘ディナに心を惹かれ、この娘を愛し、年頃にこの娘に語った。シェケムは父のハモルに願っていた。この女の人を私の妻にもらってくださいと。で、長いのでちょっと省略していますけど、要するに、まあ、この土地のですね、権力者、すごく偉い人の、まあ、息子ですね、まあ、王子様みたいな、まあ、そこまでいかないかもしれないですけども、一番偉い人の息子がディナに恥ずべきことをしたわけです。で、ね、パパ僕あの子を好きになっちゃったよってね、パパあの子の両親に言ってお嫁さんにもらってよパパっていう感じなんでしょうきっと。でこの後で、まあ、このシェケムと父のハモルはヤコブのところに行くわけですよね。そしてこの省略している部分ですけども、当然ヤコブとその息子たちにとってみればこれはもう激怒するような出来事です。聖書でもこんなことは許されないっていうふうに書いてあるんだけども、起こるんですけども、しかしこのシェケムと父のハモルはお嫁さんにくれと、息子はこのディナちゃんをとっても好きになっちゃったのでお嫁さんにください、そして私たちとあなたとは一つの民になればいいじゃないですか、この町に入ってくださいよと。そしてお互いに、まあ、あの結婚し合ったりして、一緒にやっていきましょうよっていう、この土地に住んでくださいっていう、そういう誘いをするわけです。でこういう誘いはですね、このですね、あの遊牧民にとっては都市に、あの都市生活に多分ねすごく憧れてるんですよね。ですから非常に魅力的な提案ではあるわけですよね。しかし、まあ、ヤコブの息子たちにとってみればこの妹のことを考えるとですね、怒ってるわけですね。で13節見ると、ヤコブの息子たちはシェケムとその父ハモルに答えるとき、シェケムが自分たちの妹ディナを怪我したので悪巧みを企んで彼らに言った。割礼を受けてない者に私たちの妹をやるような、そのようなことは私たちにはできません。それは私たちにとっては非難の的ですから。割礼というのは神様とこのアブラハムが契約をしたアブラハム契約の印として、この男性の奉仕を切り取るという儀式のことであります。通常であれば、まあ、生まれた時にするんですけども、大人になってからこの、する場合もあるわけです。大人になってから神様を信じたらその契約の中に入ったという印としてそれをしなさいというふうに神様が命じていることであります。ですからこれはもうですね、ヤコブの、あの一族にとっては神との契約の印なわけですね。で、割礼を受けてない人たちとこう、結婚していくってことは、これはあの同化していくってことはね、そんなことはありえないって言うんです。15節、ただ次の条件であなた方に同意しましょう。それはあなた方の男子が皆割礼を受けて私たちと同じようになることです。そうすれば私たちの娘たちをあなた方に与え、あなた方の娘たちを私たちがめとります。そうして私たちはあなた方と共に住み、私たちは一つの民となりましょうっていうふうに、この息子たちが提案するわけですけども、これは偽りの提案です。悪巧みがあるんですね。で、ここでヤコブが何をしているのかというと、ヤコブは何もしてないんです。で、一つの民になるなんてことはこれありえないことなんですよ。このアブラハム契約上はカナンの土地の人たちは偶像礼拝もしているし、全く違う神観価値観を持って生きていて、その人たちと同化していくっていうことはいけませんよっていう、そういう流れでこのアブラハムの時代から来てるわけです。ですからここでヤコブがすべきだったことは、息子たちが何と言おうともそれは違うだろうって言えばよかったのに、何にも言ってないの。
もしかしたら都市生活に憧れていたのかもしれません。とにかく、まあ、こういうですね、息子たちが提案をしたときに、相手のシェケムは、シェケムとハモルですね、この町の人たちは、あ、いいよ、じゃあそうしよう、ね、ディナちゃん大好きだからそのくらいできるって言って、同意します。そして町の人たちをみんな説得してですね、ちょっとね、これをするだけで、このヤコブたちは結構裕福だから、家畜もいっぱい持ってるし、彼らを取り込めば町も裕福になるし、いいじゃないか、一緒にやっていこうよって言って、町の人たちを説得して、みんな男性は割礼を受けるということをします。そしたら、その町の人たちがそれをした3日目、はい、ちょっとそこのところを省略してますけど、3日目にこの息子たちが何をするか、25節、3日目になって、ちょうど彼らの傷が痛んでいる時、ヤコブの2人の息子ディナの兄シメオンとレビトが、これ同じお母さんから出ている兄弟なんですね、それぞれ、剣を取って難なくその町を襲い、全ての男子を殺した。こうして彼らはハモルとその子シェケムとのと、剣の刃で殺し、シェケムの家からディナを連れ出していった。ヤコブの子らは刺し殺された者を襲い、その町を略奪した。それは自分たちの妹が汚されたからである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、それに家にあるすべてのものを虜にし、略奪したって書いてあります。ちょっとここで止めますけど、まあ過剰報復にも程があるっていうぐらいですよね。シェケムがディナを恥ずかしめたことはすごくひどいことですけども、とんでもなく、過剰に報復してしまいました。怒りに任せて、ね、こういうことをしてしまいました。これが、まあ、このですね、全世界に祝福を流す役割をする民族の始まりの一部なんですよね。こういうひどいことをしてしまったんです。で、このことはですね、当然、ユダヤ人の歴史の中で良かったことだというふうには言われてないわけです。もちろん、シメオンとレビっていうのは、シメオン族とレビ族っていうのはこのことによって後で呪いを受けることになるんですけど、それはもっと後の話なんです。30節見ると、それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を攻め、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろう。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように取り扱われていいのですか。ここでね、この章がね、この一言で終わってるんです。だから、ヤコブがこれに対して反論できないみたいな。ヤコブはですね、この最後の一言でも分かるように、この最後の一言って、まあ保身のことしか考えてないっていうかね、どんなにひどいことをしたか、神に どんなに神様に対してどんな罪を犯したかっていう、そんなことはあまり考えてない。やばいことになっちゃったなってことしか考えてないわけですよ。だからここにもですね、彼のそう、どうしちゃったのヤコブさんっていう感じで、この一連の流れ、ね、ヤコブが、スコテに住んだとか、シェケムに住んだとか、そういった、あるいは、この人たちと同化するときに何もしなかったとか、そういった一連の流れは、このヤコブの神への信頼とか忠誠心とか、従順の心が欠如していて、そしてその霊的なリーダーシップも取れていないし、家長としての権威もないしという状態に陥っているというのが、まあ、全体の流れから伝わってくる、この彼の姿なんだと思います。で、なぜそんな風になってしまったのか、それは彼、先ほども言ったように、彼自身の生活が安定してきてしまって、苦しみとか問題とかがあるときは私たちも一緒なんですけども、
神様に頼って本当に信仰が逆にそのというゆえに健全であることがある。だけど緊張が緩むときに問題が解決するときにそれはすごく感謝なことで神様を賛美すべきことなんだけれども、そのときにあなんか大丈夫じゃん自分の好き勝手にやってもっていう誘惑にさらされることがあります。で私たちはですねイエス様に、信頼をしていくときに本当の安らぎを得ることができるわけですが、その一方でその霊的な意味での緊張感というかですね、この地上で歩む上でこの神様に従っていくというそういう気持ちを緩めるとあっという間に誘惑に陥ってしまって、その結果、良くないことが起こってしまうこともあるということなのではないでしょうか。冒頭にですねこのローマ時代に迫害を受けていたこのクリスチャンたちがその火の燃えるような迫害の下でですねこの増え広がっていたって話をしましたけど、現代でも例えば中国、ね、中国ではすごくリバイバルが起こっているというふうに言われています。中国でクリスチャンになるっていうのはすごく大変なんですよね。まだ 今もって当局からの迫害がひどいです。あるアメリカ人の宣教師が中国に行って中国のクリスチャンたちに会いました。そして、彼らにですねアメリカではね自称クリスチャンっていうのがいるんだよって話したらしいですね。つまり別に教会にも行ってないし特に聖書を読むでもお祈りをすごくするでもないんだけども、社会的にこうクリスチャンですって言ってる人がいっぱいいるんですよって言ったらば、その中国のクリスチャンたちが爆笑したって言うんです。で全く意味がわからないと、なぜそんなことするの。中国にいると社会的にクリスチャンであることによって利益を得ることは何もないわけですよ。つまりそういうですね迫害の下で本当に信じる気持ちがなかったらクリスチャンになる意味なんかないわけです。でその彼らにとってみれば自称クリスチャンとか名目クリスチャンっていうそういう状態っていうのは想像ができないっていう話をですね、まあ、インターネットでそのあるアメリカ人の説教者がしているのを聞いたことがあります。まあ、神の国っていう概念が聖書にありますけども、神の国っていうのは私たちがまあ天国に行った時それは神の国ですが、それだけではなく地上においてこの私たちクリスチャンがこう集まっていること、そしてそこにおいて神の御心が実現している状態のことを神の国っていうふうに言うわけですよね。でこの地上における神の国っていうのは、まあ、この世との間に摩擦というものが、まあ、あって、でこの世からですね圧迫されてくると当然この神の国とそれ以外の国、この世の国というものの間に摩擦が生じるわけです。でそのいいよ。クリスチャン7人しかいないの？クリスチャン7人しかいないんじゃないよ。これはどっち？これは逆に言ったって世だからね。世の中。世だから、世だから。クリスチャンはこの中だから。でね。でね、このクリスチャンがイエス様に従っていこうとするときに、ね、ここ世からですね迫害を受けたりなんかするとここに摩擦が生じるわけでしょ。でこの摩擦によって逆にこの内部は強くなっていくわけですよ。つまり私たちのこの信仰は洗練されていく。中国でなぜですね迫害があってもこのクリスチャンが増えていくかというと、本物の信仰者じゃないとクリスチャンになれないからですよ。ね、本物の信仰がないと基本的にはクリスチャンになれないわけです。だからそこにですね、その本物のクリスチャンたちに出会う人たちは本当にここに真理があるっていうことに気づくから、また新たなクリスチャンが生まれてくるんじゃないかと思うんですけど、そういう側面があるんじゃないかと思うんですけどね。じゃあ私たちはですね、まあ、先に言ったようにですね、この日本に住んでいて、まあ、迫害がないと、でこう圧迫がないと、あんまりね、そんなにね、
で別にさ好んで日本で生まれてきたわけじゃないでしょで私も中国に生まれてればもうちょっとしっかりしたクリスチャンだったのにななんて言うかもしれないですけど、まあ、あ中国に生まれたかったなって、まあ、思わないかもしれない思うかもしれないですけども、私たちはこういう社会の中にあって、じゃあどういうふうにこの神の国を拡大していけるのかっていうと、ここと与党この神の国の間に摩擦が生じるもう一つの方法があるわけですよ、うん、それはこういうことです。神の国が拡大していけばやっぱりこことここの間に摩擦が生じるんですよ、うん、つまりその世から迫害とかがなくても私たちが拡大していけば、私たちが外に外に向かって圧迫をしていけば、ね、圧迫って言っていいのか分かんないですけど、していけばそこには摩擦が生じるんです。つまり、でそれは私たちのこの信仰をさらに洗練することになるんだと思います。火がないならば自分で揺すればいいんですっていうことです。あ、石で火をつけるみたいに、そうじゃなくてさっきねさっきやったでしょ。だから火がないと、火がないよポップコーンにならないよと、ね、ポップできないよ俺って思う必要はない。揺すれないよと、そういう感じでしょ。ポップできないよって、そう、でも聖霊様揺すってくださいよ、ね、まあ、自分で揺するわけじゃない、聖霊が揺すってくださるんだけど、あの外部からの火がなくても自分自身の信仰を揺り動かしていただく、うん、そのことによってポップすることが私たちもできるっていうことです。私たちが外に向かってポップしていけばいいんですよ。そうすればこの神の国は健全に成長していくはずです、うん、先日あの水曜日の礼拝に来てるね、 ある、クリスチャンになって2年の男性が、まあ、ちょっと本に確認してないから名前出せないんですけど、F 君がねいつも一緒にバイブルスタディをしてるんですけど、クリスチャンになって2年なんです。で Facebook でね、この間教会の紹介を、して教会の Facebook のリンクを貼って、礼拝をいついつやってます、もしよかったらどうぞっていうのを掲載したんです、ね、友達70人いるんですってね、Facebook 上だと、ね、で70人の前 でその自分自身の信仰をこう公にして、でそれをした時すごく嬉しかったんですって彼が言ったのを聞いて僕はすごく嬉しくなりました。自分で外に圧迫を出してるわけですよ。圧迫出してるって変な日本語ですけど、ですよ。外から別に何もなくても自分自身が外にアプローチしていくことは誰にでもできるんです。でそれはですね、人によってやり方も違うと思うし、ね、いわゆる伝道が得意な人もいれば、なかなかうまくできないという人もいるでしょう。賜物の違いもあるでしょう。しかし、大切なのは私には何ができるか。神様は私を通してあなたは何をさろうしようとしていらっしゃいますか。私の役割は何でしょうか。私にもできることがあるわけです。誰にもすべあなたにもできることが必ずあるんです。で、それを考え祈っていくという姿勢を持っていくということが大切なんだと思います。それがその周りから火があるとき、あるいは自分の人生が火の車のようになっている、火の車っていうとちょっと経済的みたいなことみたいですけど、それだけじゃなくて大変な状況なときもそうでないときも、神様私は何ができますか、神の国のために何ができますか、うん、そんなふうに問いながら自分にできることをしていくっていうことが大切なんだと思います。イエス様は自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。ふさわしいものではないっていうのは私の弟子になることはできないっていう意味なんですけどね。
自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします、というふうにおっしゃいました。先に言っておきますけど、これはどうやって救われるかという話をしているのではありません。救われるためにはものすごい覚悟がないとダメですよ、ね、全てを捨てないと天国行きませんよって言ってるのではありません。聖書は救いはただだって言ってるんです。イエス様を救い主として受け入れるだけで天国に行くことができます。イエス様はここに言ってるで言ってるのは弟子道の話です。つまり救いを受けて後どのようにこの地上で歩むか、本当にイエスに献身して歩むのか、それとも、救いはもらったけれども、まあ、それでいやって言って、歩んでも天国には行けますよ。だけど私に本当に従ってきたければそれなりの覚悟を持ってついてきなさい。そして私に自分の命、この人生を、あなたの人生を委ね捧げるならば、あなたはそれをもっといい形で取り戻しますよっておっしゃってるわけです。自分の命、人生にしがみつけばそれは大した人生にはならない。だけど私にそれを捧げるならばそれは本物の人生になるよ、というふうに言ってるわけです。妥協のない信仰者、妥協のない弟子としてイエスについてこないか、というふうにイエスは誘っておられるわけです。人生は短いんですよ。残りの人生が80年であろうと、残りの人生が3年であろうと、所詮永遠の視点から見れば人生は短いですよ。で、その短い人生をですね、何に使うか、何に価値を置いて何にフォーカスして歩むか。天国に行ったら地上の生涯を思い出して必ず後悔するから、なんであんなに短い、あんなに貴重な、あの短い人生であんなどうでもいいことにを重要視してたのかなーって、もっと重要なことあったのになーって思いますよ、必ず。焼肉屋、焼肉食べ放題に行くとするでしょ、ね、霜降り牛肉はいくらでも食べれますっていう焼肉食べ放題に行くとしましょう。でも制限時間30分、ね、30分なのに、ね、あ、とりあえず野菜でも食っとくかって、ね、野菜も美味しそうだねって言って、ほんでさ、そろそろ霜降り牛肉ってジリリリリリリリ、もう終わり、最初から霜降り牛肉に集中してればよかった、そんだけ食べたいってなるんだよ絶対。この短い人生を何に投資するか。ヤコブは、まあ、こんな風にですね、まあ、油断をしてしまいました。しかしその後で、はい、もうすぐ終わりますけども、ヤコブは、この次の章で今度は神がそのですね、完全に落っこちてしまっているヤコブに恵みによって語りかけられます。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたの兄エサウから逃れていた時、あなたの兄エサウから逃れていた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。そこでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。もう一度彼の中にリバイバルが起こってるんですよ。もう一度悔い改めて神により頼んで、そして最初に神と出会ったあの場所に戻ろうっていうふうに彼は言うわけです。ここでもあるように彼の一族の中に偶像が入り込んでいたっていうことがここでもわかります。それを彼はしっかりと管理してなかった、妥協していたことがここでもわかります。でもここで彼はそれをもう捨てるっていうふうに、でみんな捨てようじゃないかっていうふうに一族に呼びかけてるんです。私たちがお世話になっているウッド先生ね、ウッド先生ここにでも2回ぐらいメッセージをしてくれましたけど、ウッド先生が若い時に開拓伝道をしていて教会を建てた時があったんです、ね、半年ぐらい
開拓伝道して、10人ぐらい人が集まるようになったそうです。すごい、なかなかいいスタートだなと思って、うん、ね、いいスタートじゃないですか、ね、でその時にこの皆さんに本当に聖書に基づいた生活をしてもらいたいと思って、皆さん偶像を捨てましょうっていうメッセージをした。日本の文化の中にも、まあ、いろんな習慣の中に偶像礼拝的なものもいろいろ入り込んでる、ね、そういったものもね、捨てなさいっていう結構ね強いメッセージをした。次の週誰も来なかった。誰も来なくなって、あの時はショックでしたっておっしゃってましたね。でね、今振り返るともう少し、まあ、配慮の行き届いた言い方もあったのではないかと彼は言っていますけども、まだ若かったんだなって言ってますけど、でも間違ったことをしているわけじゃないです。聖書が言っているこの厳しいメッセージも語らねばならない時があります。来週になったらここには誰もいないかもしれませんけど、そうなったらそうなったでもうしょうがないと思ってます、はい、でもイエス様の弟子として一緒に歩んでいきませんか。私たちの短い人生をイエス様に捧げて、そして神の国を一緒に拡大させていく働きをやっていきませんか。死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。イエス様の言葉です。お祈りします。愛する天のお父様、どうぞ私たちの人生で、すごく物事が大変な時もあるし、うまくいっている時もあります。どんな時でもあなたへの忠実さと、そして献身と従順と、を私たちが気を引き締めて持っていくことができるように、そして本当の意味であなたのもとで安らぎつつも、しかしあなたに従っていくことができるように助けてください。どうぞ私たちがイエスの弟子として歩んでいくことができますように、その時にあなたに人生を捧げる時に本当に充実した本当の目的をきちんと抑えた、そういう人生を送ることができると思います。聖霊様助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。